K-1 グループ辞めて、ブレイキングダウンしました。某団体で、活動しています。今回の団体、上田さん。K-1 のファイター？ K-1 ファイター甲子園の王者。違約金払って応募しましたって。やばくないですか？K-1 甲子園優勝するよ。K-1 に違約金払ってまでブレイキングダウンで応募してきたって。気合入ってます。20歳です。K-1 グループ辞めてブレイキングダウンに来ました。K-1 甲子園2020王者の野田葵です。今、その強い強いって言われてる富澤とか西島とか、なんかあの辺のなんかプロなのかよう分からんようなやつが、なんであんなレベルで強いとか言われてるんだろうなと思って。富澤なんかオープニングファイトのしかしたことないねんから、K-1 ファイターなんか言ってほしくないなっていう感じですね。僕使ってくれたら絶対間違いないんで、使ってくれたら一気にスターになるかなと思います。めっちゃいいじゃん、これだと、この子いい、なんか見た目もいいし、マスクもいい、はい、いい、めっちゃいいじゃないですか、この子、この子なんか、新しい風を吹かせそうな、ランダイタだよ、ランダイタ WBA 世界チャンピオン、世界チャンピオン来てるじゃないですか。カメラと戦ってランダイタでしょ、知ってるよ。え、カメラ戦ってるんですか。2回やってるよ、カメラ。後期後期え2回、うん、ガチじゃないですか。俺の名前はワンランダイタ、俺は元世界チャンピオンです。俺はカメラと後期と2回が戦った。その判定に納得してないよ、納得してないよ、まあ引退しました。だからもうここは戻ってきた、日本で加速できた、ブレイキングダウンで知名度をつけて、加速のためにジムを開きたい。俺は12ラウンド戦える、俺はみんなに強いの知ってたい。ブレイキングダウンの応募動画に12ラウンド戦えるとアピールが面白い。いや間違いない、そんなイラー言うてね。1分だけですよ。でも家族のためにジム開きたいっていうのはね、いいっすね、モチベーションではある、うん、楽しみっすね。どうも、玉城です。俺の本置いてきて2冊も。え、後ろにほんまやめっちゃセンスいいじゃないですか。めっちゃセンスいいっすね。いや、分かってますね。いいですね、見るっていうのは、見るっていうのは、まあ、今回ブレイキングダウン応募させてもらった理由としては、まあ単純にあのシェンロンマジでムカつくからぶっ飛ばしてあげる。これでも次回からウータさんの方を収納しやすい。これを流したらね、溝口さんのたくさん、そう間違いない、俺の本と溝口さんの本とウータさんの路上の伝説とこれやれば絶対いい。それもでもポイントに入ってくると思いますよ。オーディション通りやすい。まあもうかれこれブレイキングダウンは4回目か5回目ぐらいの応募だけど、一向に呼ばれないんでね。やばやば、なぜか考えろ。一向に呼ばれないアピールも結構もうちょっと面白いんだよ。そうなんですよね。だからいい加減オーディション呼べ。もういい加減呼んであげますか。もうそろそろ呼んであげようか。ウルタ純子の双子の弟のウルタ純子と言います。俺と純子はガキの頃に、生き別れた双子の兄弟で、詳しい事情っつうのは純子に聞いてもらえば分かると思うんだけれども、とにかく同じ DNA が入ってる弟です。ウルタさんのお話ししたら多いですよ、めっちゃ多い多いめちゃめちゃ多いですよ。やりやすいんだよ、 TikTok やよくできますもん。めっちゃいるんだよ。やめてくれよ。大阪でセーターになってるゴッドハンドオブイです。まあ、前回ブレイクダウン10の、オーディションに行かせてもらって、そこでブレイクダウン史上最大の大乱闘があって、その中に僕もいたんですけど、その時に何か知らんけど僕の後頭部をシュバットついたやつがいて、高い、え、悪魔多い、無理あの時ミカバグの弟がガツンと誰やねんってでパーって見たんですけど、めちゃくちゃ誰かわからん状態で、前にアンディさんがいて、アンディさんはもう本気になってる先輩やし、アンディさんするだけないし、ジュリデン君は控え室でアンディが応援してくれて、
松井健君じゃないし、ロミタージョンもめちゃくちゃリスペクトしてるし、巻き返しても挨拶させてもらって、ほんま誰やろう思ってて、で、まあ、映像を見て、この前ブレイキングダウン10のオーディションの映像が YouTube 上がって、で、見て犯人が分かりました。高江圭悪魔王子、お前や。これでもいいんじゃないですか、ブレイキングダウンで起こった事件をブレイキングダウンで回収するって、うん、私この大阪仕込みの振りまでのこの様式がね、振りちょっと長かったですよね、長い振りが長い大阪流のえ、でも本当にアウトサイダーの、ね、あ、知ってるかいと知ってますよ、うん、めっちゃ強かったですよ。もともと本当にボクシング時代は結構ガチでやってて、アウトサイダーで結構有名でしたよね、うん、やっぱチーム大阪で振ってもらいたいですね。森じゃなくて茂木だ。あ、茂木さん、アウトサイダーって言うか、ま、周りから森に間違えられる似てますよね、マジで。ちょっと雰囲気が似てる。最近お前のせいで周りから森って呼ばれてるんだ。名前を取り返しに行け。樋口も森と森を間違えた。まずは樋口が標的だ。新しい伝説の始まりだ。招待。樋口君って何かいつもいつも何か変なやつ当てられてる。樋口君と眠る絵が浮かぶわね。関西のチャンです。上田さん、久しぶりです。あ、チャンだ。3代連続ぐらいちゃうか。やっとブレイキングダウン、もともと興味あって、やっと本ちゃんの全国から地下の強いやつ集まったから、今まではなんかもう全然エンタメ枠で見とったんで、とりあえずあの全国の強いやつ誰でもやらせてもらえますかね。自分の試合あのほんま外れないんで、関西の人間全員聞いてもらってもいいですよ。サップさん聞いてもらっても、僕の試合大概あの1分以内にどっちか KO で決まるんで。チャウめっちゃ強い、レジェンドじゃないですか。うん、KO25 勝負、うん、めっちゃ強かったよ KO で。昇格系がやっぱ出てきたなって、はい、皆様が一度は名前聞いたことあると思うんです。私はだって誰だ、うん、某団体で活動していましたプロレスラーの人間です。おそらくこの動画を見ている皆さん全員僕のことを知っていると、思います。オーディション会場の選手の皆さんも僕のことは知ってくれていると思います。オーディション会場でこのお面を渡ります。マスク外したら知ってるよみたいなパターンですか、そういうこと言ってたとか、もしかしたら別のマスクで出てるのかとか。この半年間団体のことを契約終了の交渉を進めていきました。そして正式に契約終了するという運びになります。来年の1月に公に団体の方から発表があります。そこでネットニュース等に取り上げられると思います。なぜブレイキングダウンに僕が団体を辞めてまで出場したいと思ったのか、それはリアルを感じたからです。プロレスよりもリアルを感じたからです。忘れていた血の気を、これからの人生を歩んでいきたいと思っております。誰だ、知ってました、コメント欄で教えてください。はい、どうも、ご機嫌さんですね。今、大阪の西成でフリーカットやってる途中なんです。ナインテント、ご機嫌さん、オーディション呼ばれなかったけど、それこそはオーディションでご機嫌パワー見せるから私を呼ぶんだぞ少年たち。まあ私の実力はね、こちらの歳三少年とねスパーリングしたから、それを見てもらえば分かると思うから。今の膝惜しかったね。おー、ナイス。おいおい、おー強いじゃん。え、強いよ。え、歳三かわいそうに倒されてる動画、こんなところで使われてる。ほんまや。はい、それではね、ここからは破線枠なんで、自分からは応募してこないけど、本当に強いやつ、知り合いから、この人を出してほしいっていうところで、今回応募を選定したので、うん、相当すごい逸材が、すごい楽しみですよ。これ楽しみなんだよ、ね、うん、本人ちゃんと分かってんの、本人の許可を取って、多選をしてる。なるほど、なるほど。こっちが今後も増えていったらいいですね。そうですね、うん、例えば、ウリタさんだったら、朝倉兄弟がいたから、その彼らから声がかかってこのブレイキングダウン出てるじゃないですか、はい、
だから自分からきっと応募することってなかったと思うんですよ、古田さんのところだと。だからそういうところに逸材っているのかなっていう。確かに、いそうですよね。今落ち着いて暮らしてるけど、昔やばかったみたいなやつも。そう。絶対います。うん、そういう人だって自分じゃ出てこないですからね。うん、じゃあ見ていきますか。見ていきましょう。お願いします。お願いします。宇宙の突然なんですけど、風太くんには、次に開催されるブレイキングダウン11のオーディションに参加していただきます。っていうのも、もともと乗り込みスタイルだったのが、その、他戦っていうシステムが始まったんですよ。要は俺の周りにいる喧嘩自慢をブレイキングダウンに乗り込ませていますみたいな、そういうシステムが始まって、ちょっと僕らね、アイドル、アーティストグループとして活動している中で、それ以前格闘技しかしてこなかったっていう経緯があるじゃないですか。幼少期の頃から、二十歳超えるまでずっと格闘技やって、そのあなたを推薦したいなと、この動画を撮らせていただきます。ね、格闘技経験もやっぱりすごく重要で、20年近く格闘技経験があって、まあしかも必須があったなわけですよ、もうボコボコに人芝居と、学校低学だって、低学戻ってきたらまたボコボコ芝居とかを全部、親に迷惑かけた、親に迷惑かけたから俺はこので今、構成してね、キラキラした仕事にしてるわけじゃないですか。いいじゃないですか、男前です、めっちゃいいじゃないですか。これで強かったらね、俺強かったらいいっすね。じゃあ、それもこの他戦としてのちゃんとしたフォーマットになる。いや、そうですよ。2本目だ。次、地下格300戦で書いてますよ。いや、これね、前田島純はもう、はい、もうめちゃくちゃ花あるよ。もう地下格の本当、レジェンド中のレジェンド。入れ墨も綺麗だし、はい、花もあるし。結構地下学の業界だとめちゃくちゃ有名な方。あ、もう知らないやついないですよ。だから、サップ西成大阪ので、あの三河幕府。この前田氏の人生もみんな知ってますよ。レジェンドですよね。レジェンド、うん、僕も知ってますもん、27から始めて300戦ぐらいやってるんで、まあ、確実にあのもうやってきた歴史が違えんだぞって、負けた時の気持ちが足んねえんじゃないかなっていう。これは昔は試合来たらオファーが絶対断らなかったんで、まあ、俺がナメさんって言えばそれまでかもしれないけど、結果残してるんで、まあ、若い人たちにはもっと頑張ってほしいなって思います。よくぞ出てきたって感じですね。本当っすね、多戦枠ならではですね、確かに、ね、うん、面白い。逆にここまでその近づけとか300戦とかして、その界隈で有名になると逆に出づらいみたいな、誰かに推薦されて背中を押されないと、出たいけどいいなって言って見てる可能性はあるから、ちょっと俺も出てまた力試ししたいなと思ってるレジェンドはいっぱいいるはず、言われて思い越し上げて出てきてくれたんですね、前田島さんとか。やっぱある程度名前があるから、出れない自分からやっていうのはいっぱいいると思う。サップさんの紹介ですか。サップ西成です。大島啓太郎を推薦するのはね、地下格闘技もめちゃめちゃ試合出てて、ベルトも2本持ってるのかな。あれ、これ見たことあるじゃん、大島って。大島は携帯…アウトサイダーで見たことあるじゃん、はい、この名前。結構強いですね。すごい殴り合いをする、まあ、ブレイキングダウンで見てても面白い選手かなと思うんで推薦します。ね、吉永圭之介にも多分秒殺で勝ってるんじゃないかな。で、1分間の戦いで見たらね、ほんまに人気出ると思うんで、大島啓太郎、よろしくお願いします。サップさんから推薦いただいた大島啓太郎です。おお、懐かしい。地下格闘技を10年ほどやってきて、東京の方で主に試合をして、地下格闘技のベルトを2本取って、名古屋の方でも、多く試合させていただいて、タイトルマッチなどもありました。ブレイキングダウンで今活躍している吉永圭之介選手とも、地下格闘技の最後の試合で試合をして、10秒ちょっとで失神させて勝ちました。なんか大人しそうだな。いや、全然出してないですよ。戦いは。そうなんだ。いや、なんかその、アウサイドの煽り見るとかね、結構ガンガンイケイケに言ってたタイプな。大宮喧嘩自慢、ライト級代表の金森雄大です。今回から推薦できるってことで、まあ隣にいるの自分の弟の金森ハルトって言うんだけど、ハルトも大宮のオーディションの時に一応ミドル級自分の1個上の階級の代表になって、まあその時にちょっと拳怪我して骨3本折れちゃって、本戦はちょっとやむを得なく辞退しちゃったんだけど、もう怪我も治っていつでも動けるっていうことで、ブレイキングダウン11は金森兄弟2人で本戦出たいと思ってるから、
一応兄の俺から推薦します。いや推薦されたからにはやっぱ俺もやっぱ兄ちゃんの顔潰すことできないから、とりあえず11でお前らオーディション来るやつ全員待ってろよ。うん、いいじゃないですか、うん、本当だったら代表に選ばれてたんですよね。だって、うん、さんとブレイキングダウンはないんですか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。